はい、どうもこんにちは。今回ね、またドリームダディ続きからやっていこうかなと思います。前回はジョセフだっけ、ジョセフと一日過ごして終わって、まあ1日目終わったんだな、とりあえずさん確か。でめちゃくちゃスコア高いことをして、でこれからな、次の日だよ。これ次の日の始まりなんだけど、まあ、どうしていこうかと。で、一応、まあ、いろいろ考えたんだけど、とりあえず方針として、まあ、いろんなキャラのやっぱ特徴を知ってから、やっぱり、一人に絞りたいわけよ。だから、まあ、絶対多分失敗するけど、とりあえず一周目は、もう、まんべんなく見ていこうかなと思うわ。うん。で、二周目ちょっと絞って、どんどんとやっていこうかなと思います。やっていこう。クロスワードパズルをしながら午後のひとときを過ごしていると、郵便配達のトラックがゆっくりと走ってくる音が聞こえた。配達人が手紙に通と黄色い大きな封筒を郵便受けに差し込もうとしている。何度か失敗した後、ようやくまとめてねじ込むことに成功したようだ。もう来い。じゃあピンポンで来いよ、そのでかいなら。やあ、いらっしゃい、クーポンくん。大きな黄色い封筒を手に取り、差出人目を見る。おっと、これは、あ、やっぱ大きな封筒ってことは、やっぱりあれか、大学系か。アマンダの部屋のドアを軽くノックする。ヘッドホンをつけているはずだ。マンダ棒マンダ。アマンダがドアの向こうから返事をよこす。何？お前に郵便だぞ。今忙しいから後にしてくれない？そうか、てっきり本芸術学校からの手紙を心待ちにしていると思っていたんだがな。おりゃー。お、いいね。真っ昼間なのにこんな暗くしてんのか。本芸術学校からなの？まあ、そうだが、忙しいんだろ。後にしてもいいんだぞ。いえ、たばそんなこと言わないで。歯で噛みちぎって開いた。こう落ちたらちょっと悲惨だぞ。大丈夫か？便箋を取り出し開いた。ああ。で、なんて書いてあるんだ？沈黙に耐えられない。本芸術学校はアマンダにとって夢の学校だ。アマンダの表情は読み取れない。うん。あ、信じられない。でもこれサプライズか。アマンダ、もしダメだったとしても、受かった。なんだって？私受かった。前回のさ、あれはまた別の学校なのかな。受かったのよ。勢いよく抱きついてきた。おめでとう、すごいじゃないか。あ、お前を本当に誇りに思うよ。アマンダを離れ、手紙をもう一度読んだ。信じられない、私が本芸術学校に受かるなんて。パパは信じていたよ。お前は優秀な学生だし、面接もバッチリだったじゃないか。それに写真の腕前だって大したもんだ。あね、パパ。ああ、この学校学費がすごく高いの。それにうちからとっても遠いし。私は一瞬返事に詰まった。確かに本芸術学校はアマンダが志願した学校の中で、いくつか志願して、で、なんか冒頭にあったやつは一つなんだ、その中の。一番学費の高いところだ。だがそれがどうしたっていうんだ。アマンダがずっと夢見ていた学校じゃないか。これで最後なの？一応本芸術学校で最後ならもう払うしかないよな。他にもなんか受けてるところがあるならいいけど。確かに学費は厳しいが、心配いらない。なんとかするさ。本当に？もちろんだと思う。アマンダがもう一度抱きついてきた。ありがとうパパ。分かった分かった。今夜は二人でお祝いをしよう。夕飯は何でも好きなものを食べさせてやるぞ。どこでもいいの。来たな、いきなり来たな。もう昼をもっと楽しませてほしいけどな。アマンダと私は近くのフードトラックで買ったブリトを頬張りながら夕暮れの海辺を歩いて。そんな粋なことすんの？そう、アマンダからの提案か。メイプルベイのどの店でもよかったんだぞ。値段は気にしなくていいと言っただろう。いいな、パパ。私はこういうシンプルなのが好きなんだ。海を見ながらブリトーを食べるのって素敵じゃない。まあ、怒ってるわけじゃないが。二人並んで草の上に座り、ゆっくりとワンでいいのか、ワンに滑り出していく船を眺める。でね、学生寮のすぐ近くにはカフェやギャラリーがたくさんあるのよ。学生証を持ってたら割引してくれるんだって。それにね。あ、まだ落ち着け。ブリトーが喉に詰まるぞ。分かってる。でも興奮が収まらないの。そうだ、4年生になると自分のスタジオスペースがもらえるって言ったっけ。それにプロが使える写真編集ソフトもタダで使わせてもらえるのよ。いいね。こんだけね、熱心なのはいいよね。まあ受かったわみたいな、まあ受かったからとりあえず行くわって感じじゃなくて、やっぱこれだけちゃんと調べて熱心に行こうってのはいいよね。楽しそう。アマンダが熱心に本芸術学校のことを教えてくれるのは嬉しいが、
プリトに噛みつこうとして舌を噛みちぎりやしないかと心配になる。カブトキは口を閉じろと教えたはずなんだが、ルーメイトはどんな子かな。ネットでアンケートを取って専攻や趣味の似た子同士をルーメイトにするんだって。きっと最高の友達になれるよ。へえ、アンケートちゃんと合わせてくれるんだ、いいね。クレイグとババがそうだったんだ。いいルームメイトは一生の友人になるぞ。悪いルームメイトに当たれば話は別だがな。それは絶対にやだ。冗談だよ。悪いルームメイトに当たったことなんかなかったさ。他に一緒に住んでいたのは子犬だよ。ある晩クレイグが拾ってきたんだ。おかげでその楽器は 犬の鳴き声そっくりな咳払いをする交換留学生を受け入れたっていうホラ話を広めるように苦労したよ。二人だったのルームメイト。そんな少ない二人で過ごすことある？言うて三人四人じゃないのルームメイトって言うんだったら。あ、でもどうだろう、二人もあるか。カールは最高のルームメイトだった。そういえば必要だって認めてもらえたら寮で動物を飼っていいんだって。セラピーアニマルが必要だって書類を偽造してみようかな。ウサギがいいかな、それともヘビ、両方飼ってみるのも面白そう。あ、ヘビがウサギを食べちゃうか。お前の好きにしなさい。娘の子に溝を刺したくないが言っておかねばならないことがあった。なあマンダ、この前ベガ先生と話したんだが、不当なの。でもさ、大学受かったら別にってちょっとあれだけどさ、あれじゃない、そんなに深刻か勉強として。ゴミ箱から火が出た話。なんだって。いや、そんなことじゃない。喜んでるお前にこんなことは言いたくないんだが、これから卒業までの数ヶ月、お前は何としても成績を上げなきゃならん。本芸術学校に通うには奨学金が必要なんだ。あー、成績悪いともらえないのか。お前ならできる。分かった。急にできるやん、クマが。なんで急にできたな。あったっけ。頑張るって約束する。ちょっと売れる。休暇に14時間もドライブして帰ってこられるか。途中でアイスロードを通り抜けるんだろ。それに立ちの悪いゴーストに遭遇したらどうするんだ。心配しないで、パパに会うためならそれぐらい何でもないから。不意に涙が溢れてきた。やだパパ、泣かないでよ。もうその顔で言うな。その顔で言うとちょっとなんか薄れるわ。すまん、お前は自慢の娘だよ。いい子に育ってくれて本当に嬉しいんだ。パパがお前のことを心から大切に思っているってことを分かっていてくれ。パパやめてったら私まで泣きたくなっちゃうじゃない。もう遅い、涙が止まらないんだ。パパ、私は涙味のブリトーなんて食べたくないの。強制抱きしめる。額にキスをした。うえーって言うな。愛してるよ。私もよ、パパ。いいね、めちゃくちゃいいエピソードじゃん。Welcome。ああ、ここで行くんだ。急に。あ、ちょっと、クレイグちょっと、積極的あれだね。おい、消化不良だ。どうした？あ、ちょうどいいものがある。チャキミルクセーキ、ミルキセーキとチギアスピタの本を買ってやる。何のことだ？音悪くなるね。ああ、そっか、運動か。運動不足で今すぐ走りたい気分だから準備しろ。ああ、一緒にね。ジム行こうぜ。いつ行けば食事競争。外にいる。まあまあでもまあ、一応ね、一周目はバランスよく行きたかったから、いいんじゃない？クレイグで。まあクレイグでいいんじゃない？いろいろね、知りたいんだよ、やっぱ。表面しか多分わかんないと思うけど、どういう人なのかっていうのをね。まあ、とりあえず、まあ一周目多分成功しないと思うけどな。なになになに？なに？え？ゲームすんの？ジムに新しいバーチャルランニングマシンが設置されたんだ。外を走ってるような気分が味わえるぜ。他のランナーが画面に表示される。試してみようぜ。他のランナーだってついていけるかな。心配するなって、お互い声を掛け合えばなんとかなるさ。お前には俺がついてるだろ。リズムを整えて心拍数を上げていけ。でも無理は禁物だ。お前ならできる。え、なに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 すれば。あ、心拍数上げてきた。これでいいのか。クリッカー。これでいいのか。大丈夫か、お前死ぬんじゃないのこれ、心拍数。そうだな、一回下げといて。あ、だから上げすぎたら下げるんだ。オッケーオッケーオッケー。こ
これで微調整して。あ、うまい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 、うまくなったぞ。これあれか、順位か。てか、めちゃくちゃ Wii やん。もう、言おうか迷ったけど、めちゃくちゃ Wii の画面じゃん。Wii スポーツ感溢れすぎじゃないこれ。お。ナスビ何これ、ナスビチャンスは。ナスビはでもな、さっきのナスビでも普通に走れたよな。どうすればいいんだこれ。ナスビはどういうことなんだ。あー、ちょっと5位再開争いがすごいね今。オッケーオッケーオッケー。あ、これで連打して、あ、これ連打していいんだ。オッケーオッケーオッケー、分かったぞ。ちょっと心拍数を抑えて、でブローブローブローって言われてナスビ出たら連打ね。オッケーオッケーオッケー。おしおし、いけ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 。これ自然下がるから、これ下がるから。で、なんでガイドを応援してくれてんのこいつら。うわ、でも抜けねえな。てかマットいるじゃん、マット。あ、水の水の描写独特だな。どんぐらい走んのこれ。まずこれ3時間とかないよね、こっから2分。もうちょっとでもあれしたかったな。オッケー、ブローが来たね。で、ここで爆下がりして、で、あとは、うまい感じに調整すると。オッケー、オッケー、ブロー、ブロー、ナイスブロー。何人参加してんの、これ。てか、行っても上がいるんだけど。めちゃくちゃ Wii スポーツだなー。てか、あったぞ、こういうゲーム。終わり。いや、低いだろう。え、これ S++ もらえんの。いいぞ。よっと。Welcome. 終わり。終わり人のこと分かってねえって。これ脳幹なんだ。でも、それ、いいね。これ脳幹なのいいな。とりあえずでもね、俺はこの下段のお三方結構いいなと思うんだよ。ロバートちょっとね、生活の水準がちょっと心配なのと、やっぱちょっと体に行きがち。ここからちょっとね、一回敬遠したい。ちょっと。まあ、結構いい人なのかもしれない、でも逆に。ブライアンはちょっと、見た目がさすがちょっとあんま好みじゃないし。まあでもね、めちゃくちゃいい人だと思う。ここら辺ちょっとね、一旦置いといて、ここ3人行きたいな、とりあえず。ヒーゴ行こう。中学校の教師、高校の教師、は？様々な貴重な出版物について学術論文を書く作家。もし自宅のゴミ箱に爆竹を放り込んだのがうちの息子だと思って。あ、はいはい。これちゃんと覚えないで、紅茶を入れね。はいはい。ミニチュアを塗装。失われた時を。本が好きなんだな。筋肉。映画俳優。美術史ね。はい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 。本だね。はいはい。メガネ。本だな。本、こいつ本だわ。遊ぼうよ、先生。ヒューゴ。いや、ヒューゴ、バーベキュー、すごい。まあ、慣れたな、メッセージ。最初、娘に売ってもらってたのに。あ、なんか、頼みたいことがある。今日、高画質、引率で聞いてた。俺が引率すんの？したら無理にとは言わない。だが反抗期まさか中学生のクラスだ。何が起こるかわからないから、できるだけ人手が欲しいのが実情。ああ。これはでも、成功したらめちゃくちゃ評価上がるぞ、多分。おはようアマンダ。朝なんだ。あ、一日超えて新しい一日なんだ。オッケーオッケーオッケー。朝一から走ったな、じゃあ。お前の中学時代、あ、そっか、アマンダ今高校生か。最悪よ。でも中学時代が楽しかったって言える人なんていないって断言できる。悪性ニキビと涙まみれのひどい3年間だった。他
他の子たちも最低、自意識のないホルモンバランスが崩壊した10代が古くて汚い建物を毎週40時間以上も拘束されてつまらない理由で勢力争いしているんだ。もう喧嘩の理由はなんだっけ、いつがピザの日だったかな、ポップミュージックのトップ40だったかも。急に喋るな、準備できてねえから。とにかく中学時代なんてどんな犠牲を払っても避けるべきよ、うん、中学生の頃はどうだったの。覚えてないね。まあ正しく、まあ俺個人のこと言うと、まあ楽しくなかったわけではないし、まあ問題なかった。だからこれ主人公はさ、言ってももう40とかでしょ。まあ覚えてないでしょ。ランチは小動物の頭蓋骨と交換だったと思う。雪の日は徒歩で山を登り下りするんでしょ、大変だったね。いや、それは楽しかったよ。中学時代は最低でしょ。中学校がどうかしたの。ベガ先生に中学校の課外学習で水族館に行くから付き添い役で来てほしいと頼まれた。あらかじめ実態を把握しておこうと思ったんだ。パパが水族館に行くの冗談でしょ。科学者クラムチャウダー、クラムチャウダー工場。渋いな。代わりにもらったのは四角いピザ。へえ。それが気に食わなくて二度とクラムチャウダーを食べなくなったのか。ボビー・ベリンガムがクラムチャウダーの大鍋にゲロを吐くところを私だけ見ちゃったから、今でもたまに夢に見るわ。そりゃ災難だったな。だが今はその話は置いておこう。とにかく行った方がいいって、ペガ先生が助けを求めるんだし、魚をたくさん見られるんでしょ。パパ、水族館じゃ落ち着かないよ。海を見ているとそわそわするんだ。どうしてクジラが水槽から飛び上がってパパを丸飲みにするとでも。そうやって恐怖を刷り込むのはやめてくれ。ペンギンはいるの。ああ、いるよ。なら決まりだね。ペンギンは海の恐怖を圧倒するくらい可愛いから大丈夫。行くと伝える。おお、水族館で合流しよう。水族館に着くとすぐにスクールバスが到着していた。10代前半の子供たちがいくつかグループを作り、先生の周り叫んでいる。ああ、大変だな。あ、ヒューゴ。来てくれて助かったよ。どんな方だっけ。やあ、ヒューゴ。明日から大混乱でね、面倒見る大人が足りないし、子供たちは叫びっぱなしだし、地獄絵図だ。中学生なら誰もこんなもんだが。12歳のアマンダの修羅場を乗り越えたんだ。よくわかるよ。それは楽しいね。早速だが、君には私と一緒に10人の生徒を見てほしい。こっちだ。地面に座り込んで携帯電話に夢中になっている少年少女。ああ、携帯を持ってきてんのか。君たち、携帯電話を片付けてもらえるかな。だがすぐに携帯、全然聞いてない。少なくとも静かだからいいんじゃないか。静かすぎる。奴らは絶対何か企んでいる。私にはわかるんだ。シレス強制の器具に食べ物を詰まらせないようにすることで頭がいっぱいで、問題を起こす余裕なんてないさ。なんといってもまだ中学生だよ。あ、ここあれか、ジョークか。それはどうかな。お、綺麗、水族館。水族館入館したところで、大きな針で閉じられた印刷物を配り始めた。あれか、スケジュール、あ、違う、課題か。科学習の最後に提出してもらう。そう、成績に関わるものだ。あー、ダメだ、鉛筆は貸せない。ブーイングの声を上げつつ、ヒューゴから用紙を受け取る。何が書いてあるんだ。先生陣が少しでも休めるように与える学習活動だ。ある課題はグレートバリアリーフについて静かに10分間考えてみてくださいというものだ。ここで考えんの。生存戦略か、考えたね。待てよ、君は英文学の先生だろう。水族館と文学がどう関係してるんだ。つい最近授業で老人と海を扱ったんだ。生徒に赤絵の世話をさせることほど人間の精神において忍耐がいかに無益か的確に教えてくれるものはなかろう。それに私たちも展示を見て回れる。ほら、熱帯魚の群れだ。綺麗だろ。捨てる間。ああ、まあそうだ、現実そうだよな。ヒューゴは背びれの大きな茶色と白の魚を探す。お前詳しいんだ、そういうのに。ミノカサゴという魚で胃を30倍もの大きさに膨らませる。へえ。それに背びれには毒がある。自然界で生きていくのには、行くのは大変なんだな。怖いかい。ならこれはどうかな。君つこそ顔つけた。あれはオコゼという世界最強クラスの毒を持つ魚だ。
一緒に、ああちょっと待って、ああ踏まない限り危険はない。踏んだらどうなる？ああ細胞が開始する。そりゃ強烈だね。ああ自然界は過酷なんだ。お前の声わかんねえ。まあ、とりあえずハキハキ言うようにしようか、先生だし。あそこの魚が見えるかい？うん、あれか、そう、あの魚は。うわ無理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 、こんな無理やって。ホワイトハウスの使い、青花ゆらゆらの魚、メガネ持ちの魚。まあ、全部あれかジョークかな。文学が好きだよな、メガネ持ちの魚、青花ゆらゆらの魚。あ、これでも一番センスない、これ。ホワイトハウスの使い。ああ。本当か？知っているかな。え？まあ、でもホワイトハウスで来てるから。あ、でもヒーゴが食いつきそうな話題か。超常現象とか好きじゃない？違うじゃん。ん？なんか違くない？なんかそれは別の魚で終わってたけど、本気で言ってるのか。ちょっとこのでも表情見てほしいよな。結構こう乗り気だぞ。行こう。魚の話をしてるんだ、冗談を言うわけがない。ん？もうそういうオチかい、そういうオチかい。確かに最悪やん。もうこれ取り返せるか。とても可愛らしく見える。彼が私の姿勢に気づいてないことを祈る。ほう、ならぼと近づく。実に美しいと思わないか。君の方が美しい。いや、この人は多分同調した方がいいと思う。こっちの方がいいと思う。海にはたくさんの不思議があるんだな。こんな風に観察できるなんて最高だよ。ほら、ここなんよね、結局。こういうとこ、こういうとこ。わかってるわかってる。いい見解だわ、悟空。海の神秘に思わせる。ちょ、一旦切りてえな。もうここで切るわ。めちゃくちゃ切り悪いけど。なんか20分くらいで終わりたいんだよ。ごめん。じゃあ切りまーす。あざした。